台東区立白洋中学校は東京都台東区下屋に所在する区立中学校。2002年4月1日に台東区立下屋中学校と台東区立流線中学校を統合して開校した学校である。この学校の特色としては特別支援学級と南朝学級があることが挙げられる。現在、この学校のある場所は合併元の下屋中学校のあった場所であり、 校舎も下谷中学校から引き継いでいる。また、下谷中学校に開設されていた特別支援学級と南朝学級も引き継いでいる。校舎は校舎棟と体育館棟からなり、体育館胸2.3階が第2体育館、体育館胸4.5階が第1体育館と体育館が2つある珍しい学校である。空調設備がついているのは、 第一体育館のみのため、基本的には第一体育館を使用する。その他の施設として、タイ子ウども園は校舎胸1階、下タや子どもクラブは校舎胸2階に、西部区民事務所と金杉区民館は体育館胸1階と2階の一部に入居している。また、かつては台東区立台東小学校も同施設にあったが、2006年4月1日に、 台東区立金崎小学校に併合された。校庭には100メートルトラックの直線コースがあるほか、プールがあるが、校庭の一部として使用するために、夏季の水泳授業の期間以外は、プールに蓋ができる構造になっている。運動会は、毎年台東リバーサイドスポーツセンターにて行われる、ことが通例となっている。特別支援学級と難聴学級があるが、 どちらも台東区内で唯一である。5組の生徒は通常学級の生徒とは学校行事や部活動等で一緒に活動している。南朝学級では防音対策を施された特別教室で国語、英語、数学の3教科を中心に受けている。授業内容は通常学級と同じ教材、教科書を使っている。試験も同じものを使い、評価も同じ基準でされる。 また、南朝学級の生徒は、全校集会などで PSP を使用した字幕表示システムの支援を受けられる。自他の尊重を教育活動の基盤とし、個性豊かで自主性や創造性に富む生徒、社会の変化に柔軟に対応し、地域社会の発展に寄与できる生徒を育てる。このため、前期中等教育に必要な知識、技能を習得、活用させ、 次の教育目標を達成していく。自主イコール値を求め、技を磨く共生イコール命を尊び、共に働く健康イコール体を鍛え、心を耕す、白洋中学校の交渉は、2枚の柏の葉を重ねた図案となっているが、これは合併した、下や、流線両中学校の交渉が共に、柏の葉の交渉を使用していたことに由来する。効果は、松井鷹が作詞。 作曲をした。歌詞の中では、流線、下谷といった合併した学校の地名や、朝顔祭りや、鳥の市といった地域の祭りが出てくる。台東区では、学校選択制度を導入しており、区内在住であれば、通学区域外からでも通うことができ、逆に通学区域内から、通学区域外の学校に通うことも可能である。また、南朝学級においては、 台東区外からも通級することができる。東京都台東区下屋3-1-29。ありがとうございます。